なので苗の根元を鉢の一番その高くなる部分とかに最初から合わせちゃうと、はい、皆さんこんにちは。今日紹介するのはこちら、巨大セロームということで、今日はこの大きなセロームの植え替えをしてみようと思います。この子は先日の動画で紹介した巨大セロームです。大きさ伝わりますかね。結構大きいんですよ。ちょっと隣に並んでみますね。こんな感じで、この用土が今お店で売られてた時の用土なんですよ。で、どんなね害虫とかいるかもわからないので、今日はこの植え替えをしていきます。いつもとやってることは変わらないんですけれども、鉢の中どんな風になってるんだろうとか気になる方はぜひ最後までご覧になってみてください。いやー、100均って土こぼれないようにするシート買ってくれよかったなと思って、今後こういう大きな植物植え替えたりとかするときは、やっぱああいうの必要になりますよね。まあしょうがないです。よいしょ。周りの葉っぱ傷みそうだな。本来だったらね、余計な葉っぱとか剪定した方がいいんでしょうけど、ちょっと葉っぱもったいないんで、まだ取っときたいと思います。大丈夫なのか。よいしょ。よいしょ。よいしょ。うわ。案外すんなり抜けましたね。そんなに土は悪くないのかな。根っこも張ってますね。じゃあ今度はね、この土崩していきますね。まあ、細かい根っこは生えてくると思うんで、後からブチブチちぎりながら、ただあんまりにもねやりすぎない程度に、土をね全部落としていきます。これはピンセットあった方がいいかな。よいしょ。株にぐさってピンセット刺さないようにねしますね。はい、こんな感じです。一応2株に分かれました。まあ2株にね分かれてくれれば多少コンパクトになるので、それじゃあこれを洗ってきます。はい、洗ってきました。洗ってきた。はい、洗ってきました。大変だった。お風呂場ね持ってって洗ってきたんですけど、やっぱでかいと大変、汗だくです。ね、根っこもしっかり洗ってきました。多分土汚れはもうほとんどついてないと思います。ね、もうなんか濡れてるもの置いてるから畳しけっちゃうんじゃないのって言われちゃいそうですけど、大丈夫っす。後で風通し良くして乾かします。で、葉っぱだとかもね、
肌荷がついてるっぽかったんで、洗剤こう手に塗ってでこうやってなぜて、はい、全体的にちゃんと洗剤で洗ってきました。ここまでねする必要ないんじゃないのって言われちゃいそうなんですけどね、植物丸洗いできるタイミングってこの最初の植え替えの時しかないんで、はい、まあ次の植え替えとかでもやってもいいんですけど、多分次はもっとでかくなってると思いますし、ここまであの根っこ崩したりだなんだっていうのねするのも大変なので、うん、もう最初のうちにやっちゃいます、こういうことは。で今回のね土はリサイクル用土です。水はけいいように軽石たっぷり入れてます。というかうちの多肉植物たちの土のリサイクルなんで、あの軽石たっぷりになっちゃうんですけど、はい、かなり水はけいい状態で、まあ、ちょこっとこうペレポストのね残りだとかそういうのが入ってる状態です。でこれだけじゃ土足りないので、これ100均ダイソーさんの観葉植物の土、これ足してやります。え、ここに来て100均の土足すのって思われるかもしれないんですけど、うん、使います。まあ一応ね堆肥が入ってるみたいなんですけどね、うん、これこの間ハイドロボールと混ぜ合わせてバナナを植え付けたんですよ。はい、このバナナですね、今ねあの鉢持ち上げたらカラカラに用土乾いてたんで、今ちょっと元気ないんですけど、ちゃんと育っております。で植え替えてから出た葉っぱがこの模様がしっかり入ってる2枚なんですよね。で1枚目の葉っぱはちょっとちっちゃいんですよ、これ植え替えたばっかりだったからだと思うんですけどね。ただ2枚目の葉っぱからすごく大きくて立派な葉っぱ出してくれてるんで、意外といい感じに育つのかなっていうふうに思っております。まあ種類とかにもよるんでしょうけどね、バナナはかなりあの栄養分豊富な土の方が合うというか、肥料とかしっかりねあげないとダメな植物なので、堆肥の入ってる観葉植物の土っていうのはすごく合ってるのかもしれないんですけど、まあセロームもねいいんじゃないかなと思って。まあ小映えが気になるって方もね結構多いんですけどね、やっぱ小映えが湧きやすいっていう話はいろんな方が言ってますね。ただあのバナナの動画の時にもお話ししましたけど、結構厚めに化粧砂敷いてあげたんですよ。でそしたら小映えは今のところ出てきてないですね。もうなんか土こぼれそうだから植え付けながら足していこうかな。まず鉢の中に土入れます。あの鉢底石いらないんですかっておっしゃる方もいらっしゃるんですけど、まああるならあってもいいんじゃないかなとは思います。ただ最初あの鉢から抜いた時お見せしましたけど、あれも結局鉢底石入ってないんですよね。だから水はけがいい用土とか使っていれば別に鉢底石はなくても大丈夫です。はい、ある程度入れました。ちなみに鉢のサイズは最初に植わってた鉢のやつですね、そのまま使ってます。鉢の中に植物入れてやります。入れてやるんですけど、よいしょ、一人でやってるから抑えるの大変。ね、ちょっと影になっちゃって見えづらいんですけど、結構今これ深めに入ってるんですよ。まだまだ土入れられるんですけど、で結局、この後に例えばこう株の状態を少しこう広げてやるとか、葉っぱ広げてやるとか、そういう風にいじったりとか、あとこうやって根っこ振って根っこの間に土突き込んだりとかってやってるうちに、ちょっとこう株が持ち上がってくるんですよね。なので苗の根元を鉢の一番その高くなる部分とかに最初から合わせちゃうと、微調整してこう
動かしてるうちにどん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 苗持ち上がってきちゃって、それで植え付けがうまくいかなくなっちゃったりとかするので、最初深いところから始めてやっていくっていう風にやればいいんじゃないかなと思います。ちっちゃいやつだったらあんま気にしなくていいんですけどね。はい、こんな感じですね。そしたら、今入れた土を早くとりあえず固めて株元しっかりさせたいので、上から水をかけ流してきます。はい、これで植え替えが終わりました。いや、葉っぱのね、この向き揃えたつもりだったんですけど揃ってなかったですね、やっぱり。はい、向きバラバラになっちゃったんで、ちょっと葉っぱのこの開き具合かっこ悪くなっちゃったんですけど、まあでもしょうがないですね。植え替えしてたら多分よくあることじゃないかなとは思います。で、今回ね、とりあえずこうやって植え替えをさせていただいたんですけれども、次の動画で仕立て直しというか、ちょっとこうおしゃれな感じになるように、まあ調整仕立ててみたりとかをしてみようかなと思います。次はなるべくかっこよくねなるようにしていきますので、また次回もね見ていただけたら嬉しいなと思います。というわけで今日は一旦ここまでとなります。皆さんご視聴ありがとうございました。ではまた。バイバイ。